トーマス・ヒルシュ・ホルンは、フランス・パリを中心に活動するスイス出身のインスタレーション作家である。スイスのベルンで生まれ、ダボスで育つ。チューリッヒ造形芸術大学で学ぶ。1990年代の中頃から、数々のインスタレーション作品で国際的に知られるようになる。自身の作品を政治的な芸術と呼び、戦争、貧困、民族などのテーマを中心に、 社会批判的な作品を発表している。主に中古の日用品などの身近で安価な材料を使って作品を制作することでも知られる。自身が敬愛する思想家、作家へのオマージュとして制作された道端の祭壇シリーズも有名。1997年の第3回ミューンスター彫刻プロジェクトに厄介な構成を出展。2002年の第11回ドュメンタに フランスの思想家ジョルジュ・バタイユをモチーフにしたバタイユモニュメントで参加している。ありがとうございます。